はい、今回は一人バーベキューをするためにまたまたダイソーで買ってきました。もともとこちらのダイソー商品でソロバーベキューはしていたんですが、足りないものがあるなと思って新たにこのグッズたちを買ってきたので、合わせて今日はソロバーベキューを楽しみたいと思います。どうなることかな。はい、ちなみにこちらの1000円だったこのバーベキューコンロを使ってたんですが、今回なんとこのインスタントコンロ、300円商品なんですが、網、コンロ、スタンド、着火剤、炭が全部セットになっていて、簡単にバーベキューができるということで買ってきました。ちょっと楽しみです。燃焼時間は約1時間、1時間のソロバーベキューを楽しみます。はい、ではまずはこちらのインスタントコンロの紹介をしたいと思うんですが、その前に座りたいのでこちらの椅子を紹介したいと思います。ちょっと買ってはあったんですが、ずっとしまってあったのでちょっと汚れ気味ですけども、300円商品です。ここに座るようです。はい、このハサミも園芸コーナーに売っていて、とても切りやすいハサミです。椅子の大きさはこんな感じです。座り心地意外に高い。ではこちらのインスタントコンロを開封してみようと思います。はい、裏面には取扱説明書と使い方が書いてあります。保管方法も書いてあります。すごい可愛いというか小さい、低いんだけど、すごく低いです。はい、ブロックを持ってこようと思ったんですが、ちょっとなかったのでこちらの方、以前使っていたこれを代用してみたいと思います。こんな感じで高さが全然もう違います。こんな感じで、はい、ブロックなど家にある方はブロックを台にした方がいいかなと思います。今回はこのような感じでやってみたいと思います。どうやって網を外したり燃料を取り出したりしないでください。着火後10分から15分程度着火しが燃え尽き、火力が安定するまで煙と炎が出て匂いがします。しばらくお待ちくださいとなっています。このまま火をつけてもう焼き始めていいということになるようです。たっぷり今回買ってきた焚き火シートも使って焚き火台の下に引いて熱や火の粉から地面を保護したいと思います。これもダイソーで買ってきました。ちょっと意外に小さくって、しかも正方形なんですけど
サイズが30センチの30センチ。この焚き火台シートのサイズが合ってるのかどうかはちょっと不明なんですけど、引いて使ってみたいと思います。では着火する前に、テーブル、はい、このテーブルも過去に買ってあったやつ使いたいと思います。食材や飲み物を置きたいと思います。これもダイソーで買ってきたんですが、テーブルの値段も1000円でした。はい、ダイソーで買ってきたスキレット、今回300円のを買ってきました。これではアヒージョを作りたいと思います。そしてフライパン、小さいフライパン、こちらも300円だったんですが、お湯を沸かすやかんが売ってなかったので、こちらでお湯を沸かしたいと思います。果たしてお湯を沸くんでしょうか。あと合わせて買ってきたのがこちら、コンパクト合わせ焼き網。こちらではウインナーを焼きたいと思います。野菜も入りそうです。アヒージョの素 とお魚も食べたいなと思ったんで、サバ缶、オリーブオイル、うずら卵、なんといってもバーベキューには焼肉のタレ、こちらも100円で売ってました。すごい。では道具も洗ってきて準備をします。はい、ダイソーで買ってきたターボ式着火ライター使います。いつもライター買ってきてご紹介はしてるんですけども、 TPO に応じて準備できたらいいなと思ってます。では着火します。準備したいと思います。はい、スキレットを乗っけてたんですが、火がつきにくかったので下ろします。はい、着火剤がだいぶなくなってきたみたいなので、せっかく皮膚器を過去に使ってたものがあるので使ってみたいと思います。スキレットを焼きながら肉を焼いていきたいと思います。お肉、
しそう。うん、なかなかいいかも。でもこのピーマン食べるのかな、丸ごと焼肉のタレを入れて、肉が焼けたので食べてみたいと思います。いただきます。炭焼きでとっても美味しいです。のんびり一人でバーベキューにはいいのかな。でも本当にこれで合ってるのかは。あ、ピーマンも焼けてきてる。すごい。ウインナーも入れてみます。はい、これにウインナーを入れて焼くことによって転がって地面に落ちないのがいいです。ピーマンもめっちゃ美味しそう。丸焼き、いただきます。美味しい。フランスパン焼いてみます。なんとこの状態で実はもう1時間が経ちました。奥の方に食材があってアヒージョまでたどり着かないので、下のコンロで炭を起こして焼き直します。ダイソーで買ってきた炭を使います。
はい、ウインナーもめちゃめちゃ美味しそうに焼けました。この網転がり落ちなくってとっても使えます。いただきます。アヒージョ作ります。おすごい。お美味しそうな音。でもすぐ焦げそう。ダイソーで買ってきたうずら卵も入れちゃいます。いい感じ。いただきます。そうでもパンもつけちゃえ。いただきます。おいしい、すっごくおいしい。ブロッコリーちっちゃい、暑いからちっちゃいブロッコリーで、うずらもフライパンでお湯を沸かします。はい、こちらは以前ダイソーで買ったコーヒーのミルとドリッパーがついたとっても便利なグッズです。はい、今から豆をひきます。こんな感じで豆が引けました。新鮮な引きたてのコーヒーが飲めます。なかなか水が沸騰しなかったので皮膚気棒で火を起こして沸騰させました。フライパンなので気をつけながら。初めてフライパンでコーヒー入れます。できるかな。一気に入れたくないんですけど、一気に入れちゃいます。やっぱフライパンでコーヒーは無謀。いただきます。
外で飲んでるので美味しい。はい、というわけで今日は新しくダイソーで買ってきたこちらの使い捨てかな簡易コンロで焼肉をしてみようと思ったんですけど、最初から最後までちょっとこの大きさでは、大きさと火力では最後まで楽しむことができなかったので、以前買っていたこちらの1000円のバーベキューコンロを使って続きのバーベキューを楽しみました。ソロバーベキューなのにすっごい盛りだくさんな一日になりました。10時半、11時ぐらいにお買い物に行って、今もうすぐ3時。一人でこうやって過ごす時間もすごくいいかなって思います。自然の音を聞きながらゆっくり肉を焼いてアヒージョを食べてコーヒー飲んで、100均の道具も使い方によってはとっても使えるので、上手に使えば便利な道具だと思います。というわけで今日は食材以外ほぼ100均で揃えた道具でソロバーベキューをしてみました。過去の動画でも100均の便利グッズをたくさん紹介しています。こちらの方も見ていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。